はい、あの早速1本目の、えー、と映像を見ていただきますけれども「山へハイキング」というあのタイトルの,あの映像です、映画です。で、えーまあ、この映像は、ですね、えーとまあ、このチラシにも書いてある通りでりなんですけれども、琵琶湖の西側に、まあ、平山6地域と、まあ、平山があって、琵琶湖があって、でまあ、琵琶湖っていうのは、まあ、 日本で一番大きい湖ですけどあの日本で一番古い湖でもあって、えーまあ、なかなかあの湖っていうのはそんな長い間普通は存続しなくてどん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 周りから土砂が埋まってくると浅くなっていってそのうち陸地になるんですけど琵琶湖っていうのはずっとあの長い間そこに歩い続けられたのはあのだ断層の活動があるからなんですね一方で琵琶湖っていう深い湖を大きい湖を作り一方で平山地を作ってるわけです山を作ってるんですね その山と湖との間に非常にあの急な斜面が広がっているんですけどそこの地域が平山陸地域です。でここではその山と湖が川によってつながっていると、まあ、そういう中で人々が暮らしてきて、まあ、そういうあの固有の生態系があるとでそこにまあ人と自然とのつながりの文化があるという場所です。でここでは 映像を見ていただくとあの道っていうのは一つのキーワードになっています。どういうふうにつながっている、人がつながる道ですね。それから水が流れる水路ですね。でそういうものもキーワードになっているんですけれども、まあ、そういうものが地域の,あの生活、衣植住を支えたり、あるいは年中行事とか、あるいは信仰とも深く結びついていると、まあ、そういうもの,あの、えー、があのその平山6地域で見られるわけですけれども、それをぎゅっとですね。 もともとの映像は2時間近くあるような映像なんですけど、それを短く短編を作ってほしいっていうふうにして作ってもらったのがこの映像です。で、この映像を撮ってくれたのはですね、あの今、イタリアにお住まいの,あの、えー、ミシャ・リロフさんっていう、ミシャさん、ミシャさんって僕たちを呼んでるんですけど、彼が撮ってくれた映像です。で、彼があのあの後でトークで出ていただく、あの京都大学の深松先生のところに来られてて、 でそれで平山6地域をあの撮影されててまあこういう映像を撮ってほしいということで,ですねお願いして撮っていただいたあの映像です。後で岡松先生からいろいろお話を聞きたいと思いますけれどもまずはこの映像を見ていただいてあの見ていただきたいと思います。あのちょっと変わった作品だと思います。だけどそこに込められたメッセージってすごくいろいろあって面白いと思うのでお楽しみください。じゃあよろしくお願いします。 っななこれはうちのくら,いう,のくらいっうちのくらってなうちのじゃなかにこれないこれこつんでんのが。<laughs> これは頭。 その様子もかなりやっぱり木はですねそうでしょうねまあ私らがもう生まれ育った時はそのあ,あでも風呂は薪で咲いてたか五右衛門風呂入ってましたなち、はい、っちゃい頃はね <laughs> <laughs> だけども <laughs> 毎日天草、まあ、は芝刈りしてるんで平岡さんのねおじいさんの話聞いてもこう芝がいっぱい取れるんでそれが あの売れるんで、東は山がないから芝が、うん、売れるんで盛んに芝刈りをしてその芝を船に積んでは向こうへ出してたと、うん、いうから盛んに山は木を切ってたと思いますよ自分らの生活のためとお金になるから、うん、そこへ石もねすごい発達って,てもう村中が石屋やからとも掘ったら掘っただけ石出ますからだから絶えず山は木を切られて。 石を掘られてこう荒れてたんじゃないかなと想像しますけどね。 砂防ダムで砂を止めてるから、えー、砂浜が痩せていくとよく言われるんですが、えー、土砂量を考えたら砂防ダムで止めてる土砂量と砂浜を動いてる土砂量がバランスが全然合わないんです。砂防ダムで止めてる方が全然ちっちゃいんです。ということは、えー、と川から 浜へ出ててくくる量が減ったんじゃなくて山から川に供給される土砂が減ったっていうふうに考える方が素直だということです。でどうして山から川に砂が入るのが減ったかというと今まで割とあの人が入ってあ雨が直接地面に当たるような空いたような森が多かったのが全部もうびっしりと。 の閉鎖してしまって普通の雨では砂が動かなくなったからだという説が有力です、はい、さあ分からんな昔はよう山で仕事しよったけど今はもう誰もおらんで。 まるでわからない。だれにひどいことをしたのでもなくだれにひどいことをされたのでもない。 しかし、か誰も私を助けてくれないまるで誰もいないとはいえそうでもないのだろう 助けてくれるものがいないということそれ以外はこの誰もいないということはなかなか素敵なことなのだいそいそとどうしていそいそしてはいけないこの誰もいないということをお仲間にしてハイキングに出かけることにしよう。 むろん山がいい他のどこがあるというのかね 誰もいないということのお仲間がひしめいていて、たくさんの腕が斜めに伸びたり、組み合わさったり、たくさんの足がやつぎ早に続いていないか。陽気に行こう。風が通っていく。お仲間とお仲間の手足に開いた隙間を。 山にいると喉がよく通るもの私たちが歌い出さないのは全く不思議なことだ。 えと映像いかかがだったでしょうか最初に見た時は僕もあの何でしょうねあのなかなか消化するのが難しかったんですけどあの何回も見てるとだん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 味が分かってくるようなそういうあの映像かなとあの思ってます。で この後、えっ、ー、と、少しですね、時間をいただいて、まあ、この映像に関する、あの。話を少しさせていただきたいと思いますけど。あの、左に来ていただいたのが、あの、京都大学の地球環境。学童の、えっ、ー、と、深町克恵先生ですあ。深町です。よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と、まあ、この映像をですね、あの、ミシャさんが撮ってくれたときに、あの。まあ、深町先生とか、あの。 中で時々出てこられたあの、えー、と山の話をされてたのは京都府立大学の三好先生なんですけど、えーとまあ、あの2人ともあのこの比が三6での,あのエコ DRR の研究の引率引っ張ってくださったリードしてくださった方です。であのこの映像を見てですねあのが、まあ、テーマとしているのがこの山と水と人のつながりというものなんですけれども。 この映像が何を伝えようとしているのかっていうところをまああのもしかしたら感じ方はいろいろ人によって違うかもしれませんけど岡、まあ、松先生から見てですねどういうメッセージがこの映像に込められてるっていうのをあの見たらいいのかっていうあのことを少し教えていただければなと思いますはいあの皆さんに見ていただいたのはほんと10分くらいの映像だったと思うんですけれども。 実際はこのような形でですね DVD になっていて、えー、先ほどもご紹介していただいたように結構長編の、えー、映像になっておりますで、まあ、それと一緒にこのような、まあ、解説付きの,あのリフレットも一緒にあの見ていただいてそれであの理解いただくというふうなところなんですけれどもあの映像が 目指しているのはあの多分幼稚園の子からですねあの幅広い年代の方々いろんな方々が、えー、文字とか言葉でだけではなくてですねその見た映像から感じ取ってもらいたいということでおそらく私も MISIA さんに直接あまり具体的なことは聞いてないんですけれども結構いろんなあの生き物の 目線というかで小さな虫が見る世界からですねもうちょっと鳥がこう飛んでる中で見る世界とかでそれが水辺だったり森だったり浜の方だったりということでいろんなところがこう結構あの今回の短いバージョンというのはどんどんこう移り変わっていくというふうな構成になってるんじゃないかなと。でまあ、共通ししててて伝えたいいなととと思っていることとしては やっぱり水を通した山から湖までのつながりとか、えーいうまあ、自然の様子と同時にですね、えー、人の暮らしのすごく近くにあるんですけれども全く人も行かない関わりもない、えー、そういう世界ですね、まあ、そういう世界がダメなわけではなくて生き物にとってはあのその世界そのものが、まあ、あの意味があることなんですけれどもでも私たちが暮らす中でそういった 世界がすぐ近くにあるということそこは本来もっともっと人が関われる可能性だとかですねそういうところがあるにもかかわらずこの状況があるというまあそのあるこういう状況であるということをあまりこう先入観なしですねでその自然の様子も自然のいいところだけではなくて大きなダムができてたりとかですねそういった人の影響がいろいろ色濃く出ていく。 まあ、そのことが本当にいいことなのか悪いことなのかということも含めながらですね、えー、まずは関心を持って見て、うん、あそういう世界があるんだなってこういう状態になるんだなっていうのが、えー、それなりにこう伝わればいいんじゃないかなっていうあのそういうふうには思っているところです。はい、ありがとうございますあのこのの映映像の上映会は、えーとまあ、コロナ前に1回地元で できましたよねあの公民館か,どこかではいはいであの時は大人の人もいましたけど子どものお子さんたちも来てくださってて見てもらってであミシェさんもその時にはあのはるばる <laughs> 日本まで来ていただいていろいろお話をあの深松先生とミシさんとのお話しながら映像を見てもらうっていうセッションをねコロナ前にちょうどできたと思ったんですけどあの時の。 お子さんたちの感じ方とかあるいは大人の感じ方とかだいぶ違いましたっけちょっとあの何年も前コロナ前のことなので思い出すのがちょっと大変なんですけどそ,うです、ね、その時はこの短編じゃなくてもっと長いのを見てもらったんですけど、うん、やっぱり人によってそれぞれのやっぱり感性というかあので それぞれの感性で受け止めてすごくあの思いをはすいろんなことが頭の中を巡ったっていうような方もいればちょっと何が言いたいのか分からなかったっていうような感じでですねあの正直何なんでしょうかこの映像はっていうようなえところもあるんですけどまあそういうふうないろんな反応はある中でもですねやっぱりあこの映像を見たことによってなんかこう身近にあるえ山だとか川とかっていうところにあ ちょっとこう関心っいうんですかねを持っていただいたようなそういうふうな形での感想を書いていただいた方が多かったですその後コロナになってしまってそういう映像の機見ていただく機会が全然作れなくてでまたあの今日こういうふうにできたっていうのは。 プロジェクトの中5年の本研究の中で3年間はコロナであのだいぶいろんな活動が制限されてしまったんですけども、まああのえー、とまたこういうことができるようになって本当に良かったなと思ってます。で続いでちょっとお聞きしたいのはあのこの、まあ、感じ方によっていろいろな感じ方がある映像ですけども、まあ、山と水と人っていうのはつながってるっていうことをまあ表現している。 ですけどもまあそういうつながりっていうのがあのどうして今大事なのかっていうその特に今の時代ですねあの、まあ、自然の環境もどんどん変化していくし社会あるいは経済の環境もおどんどん変化しているという中でどうしてこういうつながりをもう一度あの見る必要があるのか、まあ、ちょっと難しいあのお問いかけかもしれませんけどそこは福松先生どういうふうに。 考えておられます本当に人が暮らしていろんななりわいをあの営んでいったりだとかいろんな災害を考えていく上ではやはり山からの水がどう川 とか集落ををっってて田んぼを通って湖まで行くかっていうことが前提になると思いますし、まあ、例えば飲み水にしてもそうですし、まあ、海湖に注ぐ水もあれば湖周辺で湧水湧き水がたくさんあったりとか。 湖そのものも水を持っているで、まあ、上から下だけじゃなくて、まあ、逆にこう湖の水をこう動力で使ったりもするんですけれどもやっぱり暮らしの基本が水がつながっていてでその水を使うための道があったりいろんなこう人が動くための動線があるっていうことで成り立っているというのは、まあ、田んぼをするにしても、うん、いろんなあの場面を想定してもそういうこともあると思うんですけれども。 まあ水がつながっているとあのいうことっていう、まあ、そういうふうな部分でのつながりっていうのもあるんですけども、まあ、自然のメカニズムを考えると水がつながっているということはあの映像の中でも出てきたんですけども土砂がもう動いているということですしいろんな生き物もその 山からこう湖側に向かってあるいは湖側からいろんな魚がこう川を登って、えー、動いているということでその人の暮らしの基盤だけじゃなくてこう生き物だとかですねそういう物質のこういろんな本来のこうい動き方だとかつながりっていうところがもう含めた意味でのつながりの大事さっていうのがあるのかなというふうに思います。 で、今日、あの、ここを見ていただいた映像、あれいは、平山麓の地域の中でいうと、何地域になるんですか。<あ>今日出てきたのは。そうですね、あの、平山麓は、大津市側と。 それから高島市側に、うんえー、両方に大体いいワ,ワニっていうところあたりからですね、うん、高島市の、えー、南側くらいまでなんですけれども、うん、映像で出てきてるところは実は私が、えー、住んでいるあの蓬莱駅周辺のところとかですねあとは近江舞湖っていう駅があると思うんですけど皆さんの中ではあの水泳場とか行ったことあると思うんですがあの辺ありが住 自然的に出てきているようなところです、はい、やっぱり平山麓っていっても場所によってちょっとずつ違うんですかねそれともやっぱり同じような平山麓私はあの外から移住してきてですねでだから余計見えるのかもしれないんですけど自分が住んでいるところと隣のところでは出てくる石も違うし水の流れ方だとか。 あのもちろん基本は山と田んぼと湖を使った暮らしであったんですけれどもそういった部分の重点の置き方とかも違いますしあと人の気質だとかですねいろいろその組織の作り方だとかいろんなものがやっぱり地域地域で違っていて、えー、ですからあこの地域その今日文化のお話が。あの 大事なところだと思うんですけど、その多様さっていうのは別に広いこう世界を見なくてもこの小さなこうまとまりの中でもこんなに多様なんだなっていうのを感じれるところです。ありがとうございます。あの行かれた方ってど行ったことある人ってどれぐらいおられるんですかね。あ、何人かおられますね。あのぜひ訪れてみてください。あのすごく面白い場所です。で、あのまあ、山登る人はもしかすると 山登ってあの景色を見るっていう楽しみもあるかもしれませんけどで一方でうあの湖琵琶湖に行って遊ぶっていう人いるかもしれませんけど実はすごく両方あつながってるからこそあの景観があってあそこにああいう暮らしがあってこういう自然があってっていうところをです、ね、あのこの映像をきっかけにしてですね皆さんに見ていただければなと思っています。 あかはい、あ一つあのこの中には書いてあるんですけどミ i シャさんが皆さんに伝えたいことの一つということで水のなつながりっていうことにすごく水っていうことに注目されていてそれはあのやっぱり水の持つ需要需要性というんでしょうか、えーまあ、私たちはこう力が あったり怖いものを何とか抑えようとするんですけれども、まあ、水もそういうふうな形で、えー、大雨が降ったら、えー、あの災害になったりとかですね湖もあふれてきたりとかいう、まあ、それをどういうふうに人間が対処していくかっていうのを考える時に水そのものが本当にこう。えー 自由にも動けるしいろんな形になったりだとかですねえそういうふうな柔軟性だとか重要性っていう言葉でここではえ書いてあったと思うんですけれどもまあそういうふうなことを逆にえ何かあった時にえー我々がどう対処するかっていうそういうふうな人間そのものの対応の仕方だとかですねあの工夫の仕方っていうのを うん、そういうことをしっかり見ることによって次の方法が考えられるんじゃないかということなのでそういう意味でこの水,の水,って水の流れって何だろうかってでそれがもう一つ面白いのは日吉大社に三王祭という、えー、お祭りがあるんですけれどもその流れ全体を見るとです、ね、山からです、ね、神輿を、えー、持って あの担いで人々があの集落を通ったりしながら最後湖に行くんですけどその様子がまさにこう水の流れで。 まそれ学校循環しながらっていうようなところで非常に文化的なところも含めていろんな資産の飛んだ本編でもあるのでもし機会があれば皆さんも見ていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。あの今日お見せしたのは本当にあのまあ最初に上映会をやった時に2時間の子供たちを見たら子供たちはやっぱり集中力を持たないんですよね。でだから短いの作ってほしいって言って短いの作ってもらったのが今日見ていただいたもので本編は。 えと2時間くらい非常に長いんですけどあの今あの岡本先生が見せてくれたのが DVD だけじゃなくてあの地球圏の,あの YouTube チャンネルからも皆さんに見ていただけるようになってますので是非お時間のある時に <laughs> ゆっくりと見ていただければあのさっきあの岡本先生がお話ししてくださったお祭りの様子も。 あの非常にいいあの映像が撮れてて、まあ、それがどういう意味があるのかっていうあの考えさせてくれるような映像ですので、見ていただければなと思います。はい、じゃあ、それではあのこのセッションは1回終わりにしたいと思います。ううもあありりががととごござざいいままししたた